皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日は2019年私が買って良かったものを紹介させていただきます。先日ベストコスメとベスト100均グッズを紹介させていただいているんですが、上半期にも私は買って良かったものっていう動画を、出させていただいていて、100均とコスメとは別で買って良かったものを紹介できたらなと思っています。生活を変えたというとね、大きく言い過ぎなのかもしれないんですけども、すごく便利なアイテムにたくさんね今年は出会えたので、早速紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、ということでまずはキッチンアイテムから紹介していきたいなと思うので、何個かねここに書き出してあるんですけど、ちょっと実際にキッチンとかその場に行きながら今日はね紹介していきます。まず一つ目はじゃん、こちらのケユカで買ったオイルボトルです。こんな感じで、私はごま油と、もうこちらほぼないんですけども、オリーブオイルを入れています。でこちらは結構私はインスタで収納とかキッチン収納、いろんなところの収納を見るのが好きなんですけど、そこで使っている方が多くて、私も欲しいなと思って購入したものです。でこちらはですね、とんがってる部分をパコッてやるとこんな感じでオイルを買うことができるし、ここにメモリも書いてあるので、結構大まかなメモリにはなってしまうんですけど、メモリも書いてあるので使いやすいかなと思います。本当にね、これはボトルの蓋をわざわざ開けずに片手でパッとこう使うことができるので、これはね本当に買ってよかったなと思っています。瓶なのですごくね取り扱いには注意なんですけども、パカッと簡単に開けられるし、使いたい時にパッとね開けて使うことができて、お料理する時のね作業効率がすごく上がった気がしています。このラベルは、テプラの透明のテープに黒文字でセサミと書いています。こちらねオリーブですね。はい、一つ目はこちらのケユカのオイルボトルでした。そして二つ目はじゃじゃん、こちらのケイソードスティックです。こちらは何かのお気に入りでも紹介したことがあるんですけども、エコカラットというところで購入したケイソードスティックなんですが、こちらは楽天ルームですごいなんか人気みたいな感じで見て、私も実際に買ってみました。で私の使い方はこんな感じで、夫が毎日水筒を持っていくので、水筒をね毎日洗うんですけども、その水筒のね中を乾かすときにこれをポンとこの中に入れて、私は乾かすようにしています。こちらを使うとねとっても乾きが早いのと、水滴とかも残らずしっかり乾燥させてくれるので、めちゃくちゃ愛用しているし、こういう水筒に限らず、私家でねお酒飲むの結構好きだったりするので、これにねビールついたりするんですけど、こういうの長いコップとかにもこう刺して使うことができます。あとはついでの紹介になってしまうんですけども、こちらの大容量ボトルも今年買ってよかったなと思っているアイテムです。 2.1 リットル入るボトルです。ここにオープンとロックをかけることができるので、冷蔵庫の中で縦置きだけではなく、こうして、ね、横にしてしまうこともできるので、とっても便利でした。冬場はねあまり冷たいお茶を作っておくことが減ったので、ちょっと出番は減りつつあるんですが、こちらを乾かす時にもこのケイソードスティックをこの中に入れて乾かしておくとすぐね乾いてくれるし、水滴とかもね全然残らずスッと綺麗に乾かしてくれたので、とても便利でした。前日紹介したんですけども、こんな感じでキッチンのねキッチンに備え付けの突っ張り棒があるので、ここにこうやって引っ掛けて使っています。そしてもう一つ買ってよかったものがじゃん、こちらのゴミ箱です。こちらのゴミ箱はキッチンの収納か何かの動画で一度紹介させていただいたことがあるんですけども、楽天ルームに貼ったところすごくねいいねの数も多く反響があって、私もすごくこれは気に入っているので紹介させていただきます。こちらねこんな感じで扉が縛るんですけども、ゴミ箱はできればあまり目立たないところに置きたいなと思っていて、この中に入るサイズの幅のものを見つけて購入しました。でこちらちょっと実際に外に出してみようと思うんですけど、こんな感じですごくねスリムな幅になっています。40リットル入るもので、この幅が、30センチなくて28センチで、横幅が40センチ高さが76センチです。なのでまあ外に出してこうやって置いても全然幅を取らなくてスリムだし、まああまり使うことないんですけども、ここがペダル式になっていて、私下にペットボトルをゴミ箱に捨てています。こちらは中をこう簡単に外すことができて、これ自体もね丸洗いすることができるので、匂
匂いとかも特に残らず使うことができています。私は白の方にしたんですけども、白以外にブラウンも売られていました。これ例えば今私はしまって使ってるんですけど、こんな感じでカウンターの下に入れて使ってもいいかなと思います。とっても買ってよかったなと思っているアイテムです。続いてはこちらのタワーの掃除機スタンドです。なかなか買っていなくて、立てかけておくと倒れちゃうので、あの横にして置いていたんですけど、やっと最近こちらのスタンドを購入しました。黒もあったんですけども、部屋の雰囲気に合わせて私は白を選んで、あの本当にね、これはやっと買ってよかったねと夫と話しています。壁にね、穴を開けて取り付けるものが、こちらの東芝の私は掃除機を使ってるんですけど、もともとついていたんですけど、うちは賃貸で壁に穴を開けることができないので、こういうスタンドはとっても便利だなと思います。本当にここ最近ですけど買ってよかったなと思っているアイテムです。続いてはこちら、私のお部屋にやってきたんですけども、私が今年買ってよかったものはこちらのドレッサーのライトとこの鏡です。こちらの鏡はカインズホームで買った1000円もしない980円のアイテムです。こちらは視聴者様に教えていただいて購入したんですけども、教えていただいた方本当にありがとうございます。柄もすごく可愛いですし、気に入って使っています。でこのライトなんですが、ライトは楽天で買ったんですけど、こんな感じで鏡面格子になる、こんな感じで一個一個シールがついていたのでつけています。コードがどうしても見えちゃうなと思ったので、コードがすごく長いので後ろ側に貼り付けて見えないようにしています。こちらに電源ボタンがあるんですけど、こちらをちょっとねポンと触るだけでライトがつきます。で長押しでこう調光可能なので、それもすごく気に入っていて、明るくもなるし暗くすることもできるので調整がしやすくて、ここでメイク動画を撮ることもできるようになったのもすごく私は気に入っているし、顔全体がパッとね見えるので、暖色系のカラーだとねどうしても肌が綺麗に見えがちなんですけども、こういう白っぽいライトだと自分のね顔の中でも嫌な部分とかもしっかりこう見えるというか、メイクしやすいので、こちらは買ってよかったなと思っています。マックスでこれだけ明るくなるので、部屋自体もすごくこれつけてるだけで明るくなります。こちらも楽天ルームに載せておこうかなと思います。はい、続いてはじゃん、こちらのクローゼットやワードローブ内で使っている、こちらは、こうやってかけることによって2段にすることができるものなんですけども、こちらを購入することでより多くのお洋服がかけて収納することができるようになりました。こちらはねクローゼット内にこんな感じでアウターをかけて使っているんですけど、こちらはねワードローブですね。ワードローブ内でもこんな感じでワンピースたちをかけて使っています。かなり多くの量のお洋服をかけることができるようになって、あの前よりも収納がね綺麗に見えるようになったなと思っています。私の部屋だけではなく、夫のワイシャツをかけたりアウターをかけたりするのに使っていて、私も夫もおしゃれが好きで、すごくクローゼット内が綺麗に収納できるようになったなと思っています。こちらです。今年の下半期にやっと購入したんですけども、洗濯機の上に置いているこちらのランドリーラックです。こちらのランドリーラックをニトリのボックスを使って整頓しているんですけども、こちらをやっている作業動画も出しているので、ぜひチェックしてみていただけると嬉しいです。楽天で買ったものなんですけども、ずっとこの洗濯機の上がデッドスペースになっていて、あのランドリーラックいらないかなと最初思ってたんですけども、やっぱ引っ越してね使っていくうちにあった方が物も収納できていいなと思ったので購入したものです。洗面所は壁が、こちらを買ってから本当にあの多くのものを収納できるようになったし、洗面台の下にもたくさん収納ができるようになって、これはね本当にデッドスペースを有効活用するのにめちゃくちゃいいアイテムだったなと思っています。取り付けるのに少し時間がかかってしまって大変だったっていう面はあるんですけど、乗せている板も自分で調整可能なのでとても使いやすいかなと思います。はい、そしてもう一つはこちらです。お風呂場なんですが、こちらのボトルとここにつけているバッグです。お風呂場の収納は割と早めに出しているので、結構前に買ったものなんですけども、貼り付けてるシールも一度も剥がれたことないですし、ボトル自体も本当に使いやすくて皆様にねおすすめしたい、とっても今年買ってよかったアイテムです。私はこの中にこんな感じで見えるかな、こんな感じで、シャンプーの
詰め替えを切って、でこの中に詰めて使っています。ボトル自体を汚すことなく、ただ切るだけで詰め替えることができるのでとっても便利で、こちらは気に入っているアイテムです。吊るす収納にしたことでボトルの下のぬめりもなくなりましたし、ボトルがねこんな感じで統一感あるのもすごく気に入っています。でこっちは夫が使っているシャンプーなんですけども、テプラでラベリングをして使っています。ポンプの出も全然悪くないし使うことができています。シャンプーとかを置けるような台がなかったので、こちらを購入して、こちらの磁石でペタッと貼り付けて使っています。くわがねなくて困っている方とかはこちらはねすごく便利かなと思います。そして最後、こちらのアイリスオーヤマの布団乾燥機です。こちらは上半期買ってよかったものでも紹介させていただいたんですけども、また最近ねよく使う季節がやってきて本当に助かっています。もちろん布団を掃除するためにダニモードがあったり、夏用のね送風仕上げモードがあったりして、お手入れとしてももちろん使うことができて便利なんですけども、今の時期はこの温めモードっていうのを毎日寝る前にやって、こちらで布団を温めてから寝るようにしています。こちらを使うことで本当にもうスッとね眠りに入れるのでとにかく気に入っています。で布団乾燥機をやった時に一緒に使うアイテムが、先日とある一日の中でも紹介させていただいたこちらのアイリスオーヤマの布団クリーナーです。綺麗が見えるダニチリセンサー搭載で、赤黄色緑とこのねここの部分が色が変わるので、どこが汚れているか、どこにダニやチリが多くあるかっていうのを目で見てしっかりわかるので掃除しやすいし、とても気に入っています。見た目も白とシルバーですごく私の好みな感じなのと、自立してくれるので収納もねすごく場所を取らないで便利で愛用しているものです。はい、ということで今回は私が2019年買ってよかったものを紹介させていただきました。本当にどれもお気に入りでめちゃくちゃ使っているし、引っ越しをねしたのですごくいろんなものを新調したり新しいものに出会う機会がね多い1年だったんですけど、これを選んで本当に良かったなと思って納得いってるものばかりです。またね来年にかけてもこれ良かったなって思うものにきっとたくさん出会うとは思うんですけども、今回紹介したものも継続して来年にかけてももうガンガン使っていきたいなと思っています。今回紹介したもの結構ね楽天で買ったものも多いので楽天ルームに掲載しておこうと思います。ぜひね皆さんも気になるものがあったらチェックしてみてください。これいいよっていうアイテムあったらぜひ教えてください。私も早速ね見て検索かけて調べたいなと思います。ということで今日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録高評価その他の SNS もぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。